都市大学の井出あさみです。それでは湘南マン特派員からのメールをご紹介します。マラサダという名前のどうしました久しぶりどころで新人以下になってるじゃないですか新人見てんですからね今日も、はい、そうね、3人よく見といて、はい、もうある意味ベテランの域の井出がまあ流暢にやるからもう淀みないトークでね、はい、びっくりすると思うよ。はいどうぞ、はい、マラサダという名前のスイーツが今湘南でちょっとした人気になっています。どんな食べ物か試してみてはいかがですか。ということで今回のテーマは大丈夫、今笑わなきゃバレなかったと思う。そうですよね。ああそうか、テーマって言うんだと思って惜しかったか今、はい、英語は得意なんですよ。そうそう、はい、英語でテーマって言うテーマは、人気の味マラサダです。マラサダご存知ですか。マラサダ、安倍サダしか知らない。いやいや、マラサダという人気の味なんですよ。え、知ってますか。いや、知らないです。ほら、ランキング機にだって置いてないんだよ。そうですね、ぜひ。マラサダ知ってる。知らない。知らない。はい、皆さんご存知ないという、一体何なんでしょうか。マラサダとは、VTR どうぞ。藤沢のミスターマックスに来ています。そしてこちらに噂のマラサダがあるということで、早速それについて調べていきたいと思います。行ってきます。あ、あれですかね、ありました、マラサダって書いてある。こんにちは、ここってマラサダ売ってますか。はい、売ってます。マラサダって一体何なんですか。マラサダとは、あとハワイで人気の揚げドーナツのことです。揚げドーナツ、揚げドーナツですって。マラサダ揚げドーナツということで、そのハワイの揚げドーナツマラサダをいただくことに。揚げドーナツマラマラサダです。これ本当にこれうん、すごい、見てください、シュガーのたっぷりなこと。で、普通のドーナツと違うところが本当にふんわりなんですよ。熱々なところがもうマッチグーです。マッチグーふるっ。はい、ということでふわっふわでももっちもちなんですよね。不思議な、不思議な食感です。感触しました。うまい。もう別の味も早速試してみたいと思います。見てください、わかりますか、アイスが入ってるんですよ。これすごい。うん、うん、またマッチング。このドーナツの生地、うん、あったかいんですよね。で、そのあったかい中に、ドーナツの生地のあったかさの中にこの冷たいアイスが、うん、またいいですね、うん、このアイスサンドはハワイで食べられないこのお店のオリジナルメニューなんです。すごい夏にぴったりです ね、 これいいね。これからの時期も楽しめると思います。おー、食べちゃったか、完食だよ、完食でーす。小林さん、どうも。まず、マラサダというのは一体何なんですか。マラサダはもともとポルトガルのお菓子で、語源はポルトガル語で出来損ないっていう意味で、その後ハワイに移って、ハワイで、ローカルなおやつとしてとても定番のおやつがマラサダと言います。ハワイって日本人よく観光客としてよく行くじゃないですか、はい、そういった観光している方たちにも楽しまれてるんですかね。意外に観光スポットでマラサダ売っていなくて、やはり結構地元の定番のものになるので、結構裏道というか、まあ、観光名所ではあまり見られないお菓子です。もともとマラサダを見つけたきっかけとかってあったんですかね。きっかけは店長の方が、ハワイに旅行に結構行ってたので、それでもう一度日本で食べたくて、この愛車を改造して始めたお店です。ハワイで人気の揚げたてふわっふわのドーナツマラサダ、皆さんも食べに来てください。以上、イゲとスタッフの小林がお伝えしました。はい、ということでマラサダとは揚げドーナツだったんですよ。あまあただね、まあちょっとしたマラサダレポートだったよね。出来損ないって意味だもんね。そんな出来損ない。鴨田どうだった、新人としてどういう目で見てた今。美味しそうでした。
ん？あのぐらいのレポートだったら私にもできそうって感じだろ？頑張ってみます。全然余裕だったもん。何もあんま喋ってなかったよね。いや、喋ってましたよ。喋ってたね。喋ってましたよ。だって見てください、こんなに砂糖まみれみたいな。どうでもいい情報でしょ。でもまだまだ大きくて、まあ、喋る余裕なんてないんですよ。本当に大きくて熱々で出来たてで、もう心も温まり口の中も温まり、喋る余裕ないって。ミネちゃん、なあ。でもミネちゃんそれちぎろうよ。そうだよな。これは知ってましたか？いや、知らなかったですね。全く知らない。全く知らなかったです。これはでも、うん、食べ物だとなかなかランキーランキーに入れにくいですもんね。そうですね。でもランキーランキーに置けば絶対ヒットすると思いますね。マラサダです。営業時間が10時から夜の9時まで、休みが毎週の火曜日です。電話番号が 080-1058-0954。 ホームページがありますので皆さんご覧になってみてください。またミスターマックスの湘南横、富士山はショッピングセンターにありますので、どしどし行ってみてください。これが平日が1階のセンターコートで行っていまして、土日祝日は2階のスポーピア白鳥前の駐車場にて行っているそうです。うん、食べてみたいですね。食べてみたいですね。はい、じゃあちゃん、はい、井出さんありがとうございました。ありがとう。